浅田均君。日本維新の会、浅田均です。私は今、大塚委員の方からデジタル課税というところでテーマにされておりましたけれども、まあ、デジタル経済に対してどう課税していくかという問題意識で、まあ、2点取り上げさせていただいて、質問をさせていただきたいと思っております。まず1点目がいわゆるシェアリングエコノミーというものに対してです。皆さんご交渉のことと思いますけれども、シェアリングエコノミーというのは、まあ、自分が持っているそのものとか場所とかですね、あるいはスキルをインターネットのプラットフォームを通じて、提供すると個人間でシェアしていくという、だからまあ、簡単に言うと日本におられる外国人の方にですね、日本語を教えてあげるから、まあ、英語を教えてねとかね、まあ、そういうスキルの交換とか、有名なやつでは部屋が空いてるんで使いませんかっていうことで外国人の方に部屋を提供する、まあ、そういうところで、まあ、新たな価値の創造とかですね、お金の移動が伴いますんで、まあ、経済と呼ばせていただいているということでございますが、まあ、こういう経済を可能にしたのが、いわゆるオンライン、プラットフォームというやつでございます。で、ここでね、課税当局にお尋ねしたいんですけれども、こう誰がいつどこで取引を行ったのかっていう、まあ、いわゆる後で申し上げますギグエコノミーというのとも関連するんですけれども、課税当局はどういうふうにこういうやり取りに関して把握されるのか、予算書を見る限りですね、必要と思われるような予算措置もないように見受けられるんですけれども、課税当局はどういうふうに把握されているのか、お尋ねいたします。国税庁次長、重藤哲郎君。お答えいたします。まず一般論として国税当局では日頃から各種法定調書でありますとか、あるいは公開情報などさまざまな機会を捉えて課税上有効な資料情報の収集に努めているところでございます。でオンラインプラットフォームにおける取引状況につきましても、例えば、まあ、インターネットなどを通じた公開情報から有効と思われる資料を収集するでありますとか、あるいは令和2年1月から法令上明確にされましたその事業者等への協力要請の規定がございます。こういった規定も活用してプラットフォームの運営事業者から任意の情報提供を受けるなど、まあ、様々な形で資料情報を収集しているところでございます。でその上で収集した情報を分析して課税上問題があると見込まれる納税者に対しては、行政指導あるいは税務調査を実施するなどして適正課税の確保に努めているところでございます。浅田均君。今情報を収集されているというお話がありましたけれども、サービス の提供者と、それから受けるものの、まあ、結節点に当たるのがプラットフォーマーというやつですので、このプラットフォーマーにですね、何らかの強制的な役割を果たす、役課す。例えばいつどこで誰がどういうサービスを提供した、いつどこで誰がそのサービスを受益者、利用した、そういうそのトレーサビリティっていうか、そういうものに対して提出を義務付けるとか、そういうことはお考えにならないんですか。重藤哲郎君。国税当局といたしましては、先ほど申し上げましたように、プラットフォーム運営事業者、プラットフォーマーですが、そういった事業者に対しても、任意の協力要請を求めるなどして、取引の実態に関する資料情報を収集、するという規定ございできるという規定がございますので、そうした規定を使って、情報収集に努めてまいりたいと考えております。浅田均君。その任意の情報提供だけで、その証拠位っていうか、まあ、経済的な活動ですね、把握全部できるのかっていうと、決してそうではないと思うんですよね。だから私はこういうことを申し上げております。
それと関係して、シェアリングエコノ、ギグエコノミーという言葉も使われております。これ、欧米ではインターネットを通じて、一度限り単発不定期の仕事を受ける非正規労働者により成り立つ経済をギグエコノミーと呼んでるようです。まあ、イベントをやるから、この、来て、なんか仕事やってねと、で1回限りで終わってしまう、そういうところでこう、まあ、働いている方、まあ、それをなりわいとして生活している方々がおられるということでありますけれども、そういう方がまあ増えてきますとね、無申告っていうのと、それから過少申告の人が当然出てくると思うんですけれども、こういう方々に対してはどういうふうな対応されるんでしょうか。重藤哲郎君。お答えいたします。シェアリングエコノミーとなどといった新しい分野の経済活動、これは年々市場規模も増加しており、今後もそうした動きは続くものと思っております。またそうした中で、それらの経済活動 を通じて所得を加速した方に、自発的かつ適正に申告していただくことが重要であるというのは言うまでもないところだと思っております。でそのためにも、まず申告の必要性や申告の方法などについて幅広く周知広報に努めるとともに、利便性の高い申告納税手段を提供していくこと、これがまず必要だと考えております。また、先ほど申し上げましたよ、通り、情報提供 の情報紹介手続きがございますので、こうしたいった規定も使って事業者から有効な資料情報を収集すると、などさまざまな形で資料情報の収集に努めていきたいと思っております。でその上で収集した情報を分析して、課税上問題があると見込まれる納税者に対しては行政指導や税務調査を実施するとともに、税務調査の状況も対外的に公表するなどして県政効果も働かせながら適正課税に努めてまいりたいと考えております。浅田仁志君。そういうお考えですと、今シェアリングエコノミーって割と大きな話をしたんですけれども、この後、テーマにさせていただきますトークンエコノミーっていうのがあるんですね。でこれはイーサリアムって、仮想通貨暗号資産があって、ビットコインと並ぶ暗号資産、仮想通貨ですけれども、ビットコインと一番大きな違いというのは、そのカスタムトークンというのを発行できる仕組みなんですね。だから私がその、メタマスクという、これ、イーサリアム系のトークンを発行できる場所です。だからそこにアクセスして、私が、まあ、事業者というか、運営者になって、自分のカスタムトークンというのを発行できることができる。だからそこに集まっていただく方はですね、自分のスキルを提供して、英語を教えるからフランス語を教えてねとかね、そういう、普通の語学学校のようなことをやろうと思えばできるわけです。だからカスタムトークンというのを発行をすることによって、今申し上げましたようなシェアリングエコノミーというのはもっと広がる、大きくなる。だからそういう方々を対象にどう課税するんですかっていうことを問題にしているんですね。で今のご答弁ですと、ただ申告してもらって課税するっていうだけですからね、なんか強制力は働かないんですよね。だからこれからそのシェアリングエコノミーっていうのはもっと大きくなっていく、でトークンエコノミーっていうのもますます発展していくものと私は思っているから、なんか強制力を持たせる必要はないんですかっていうお尋ねをしてるんですけども、お考えは変わらないですか。重藤哲郎君。繰り返しになりますが、我々国税の執行当局といたしましては、先ほど申し上げましたような形での情報収集を行い、また情報を分析するため の, 専門そういったシェアリングエコノミー、そういったもの、あるいはその電子商取引、そういったものに、専門的にその情報を分析するような部署を機能を充実する、そういったことを通じて、適正な課税に努めていきたいと考えております。浅田仁志君。絶望的に遅れてるという感じですね。
今、大塚委員の方から、まあ、外務省に対して、そういうそのシステムとその現実の、まあ、乖離についてのお話がありましたけれども、私も、まあ、同じような思いを持っております。で、デジタル庁っていうのができたので、すごいもんができるんやろうなと思ってたら、要するに役所ができた話でね、これ、アナログの話なんですよね。アナログ的なもので、そのデジタルを理解しているっていうのが現状であって、もうデジタル庁っていうからには、なんか三次元空間の向こうにね、そのメタバースがあって、これがデジタル庁ですみたいなアピールされるのかなと思ったら、全くそのアナログ的な世界で、デジタルを扱うというアナクロニズムっていいますかね、もう時代についていけない、役所自体が時代についていけないということを白状したようなもんで、なんでそんなところに金使うんやという憤りすら覚えざるを得ないような状況です。で、トークンエコノミーについても、もう時間ですか。時間、はい、まだウォーニングはないんですね。50秒です。これね、で、こういうトークンエコノミー始めようっていう人は、資金決済法、資金決済法による登録が必要っていうことなんですが、これはイーサリアムっていう仮想通貨、暗号資産をベースにした事業であるから、登録が必要という理解でいいんでしょうか。はい、金融庁でいいですか、総合政策局長、松尾元信、うん、時間が参っておりますので、はい、答えは簡潔にお願いします、はい、お答え申し上げます、ブロックチェーンを用いて発行されるトークンにはさまざまなものがございまして、暗号資産交換業としての登録が必要なトークンは、不特定の社に対して支払いに使用でき、かつ購入売却できる、電子的移転できる、法定通貨または法定通貨建ての資産でないという性質をすべて有するものということでございます。これについて、資金決済法の改正により、2017年4月から暗号資産交換業に登録制を導入している理由でございますが、これはマネーロンダリング等に利用されるリスクということで、国際ルールであるファトフの基準によって、各国は暗号資産交換業者に対し、登録制を導入し、利用者の本人確認義務などを課すことが求められているということでございます。はい、大臣、申し訳ございません、通告しておきながら、まだ質問しておりません、午後に間違いなくさせていただきますので、楽しみにしていただきたいと思います。終わらせていただきます。大門美樹君。